今日は胃腸で蝶々が作れるというね、まあ、そんな紅葉アート一つね、作り方をご紹介していきたいと思います。こちらです。イチョウの葉が黄色く染まる季節になりました。このごめんなさい、もう一回いいですか。ありがとうございます。はい、まあ、お大事にしてくださいね。ごめんなさい。一回じゃあ取り切り見ていただきたいと思います。イチョウの葉が黄色く染まる季節になりました。この綺麗なイチョウの落ち葉でお子さんでも簡単に蝶々や花束が作れるそうです。早速作り方を見ていきましょう。切り抜きチャンネルをご視聴の皆さん、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ウェザーニュースアプリのダウンロードよろしくお願いします。ピヨピヨ。はい、OK です。こうでしょ、 YouTube ってこうでしょ。これが YouTube のやつでしょ。